空港は、ロシア連邦が、サハリン州クリル管区、イトルプ島に存在するものとして管理している空港である。日本の行政区分では、北海道エトロフ島シャナ村に位置している。2014年、イトルプ空港として開港し、2015年1月16日、ヤースヌイ空港へと名称が変更された。エトロフ島を実行支配しているロシアによって2007年より建設され、 2013年夏には1450メートルの滑走路が完成し、アントノフ24が離着陸できるようになった。2014年8月1日には2300メートルへの滑走路延長が完成予定とされ、ボーイング737などに対応する。2014年9月22日、開港記念式典が行われ、オーロラによるユジノサハリンスクからの民間便が到着した。 9月24日、セルゲイイワノフ大統領府長官が訪問し、菅義偉官房長官は遺憾の意を示した。2016年、アビアシェリフが、クナシリ島とシコタン島を結ぶヘリコプター便を開始した。2017年9月23日、北方四島交流事業により、元住民らが母産のため訪問する際に利用された。エトルフ島には、旧日本軍が建設した。 ブレベスニック空港があり、ソ連、ロシアによって、軍民共用飛行場として利用されてきた。霧が発生しやすく、老朽化、交通の便が悪いことなどから、クリリスク、レードボに近い場所に空港が建設された。なお、2018年1月、メドベージェフ首相は、イトルップ空港の軍民共用化を許可する政令に、署名した。エトロフ空港に関するカテゴリー。 ありがとうございます。